一体どういうことでしょう。ありゃ木蓮のヤンマ急戦艦だぜ。明らかに目的を持って攻撃してきたとしか思えません。いやーまずいですな。もし5人による攻撃だとしたら問題ですよ。何しろ撃破したんですからね。でも識別信号は宇宙軍でも統合軍のものでもなかったんですよ。とにかく宇宙軍本部に緊急連絡しましょう。ハーリー君よろしく。了解。最悪の場合始末書だけじゃ済みませんよ。仕方なかったんじゃないの。やらなきゃこっちがやられてんだよ。ええ、それにあのタイプは無人戦艦ですし。それがせめてもの救いです。保証金やら遺族へのお見舞い金やらを考えるとゾッとしますよ。地球の宇宙軍本部、ミスマル総司令より通信です。諸君、緊急事態だ。君らが遭遇した艦隊は火星の後継者の残存部隊と判明した。なんだって、今さら何やらかそっての。そうですよ、その件はもう解決したじゃないですか。彼らにしてみればまだ終わってなかったということだ。現に決起声明が統合軍に送りつけられている。今そっちにデータを送った。データを受信、再生します。今この宇宙は偽りの正義と秩序のもたらす悪しき呪縛により腐敗しきっている。そのすべての元凶は新地球連合の傲慢な支配によるものである。我々火星の後継者は日下部中将の意志を継ぎ、真の正義と秩序を復活させるため新地球連合並びに統合軍に対しここに再び宣戦を布告するものである。諸子貫徹、信念は宇宙をも貫くですか。南雲義政、木蓮出身の元統合軍中佐、火星の後継者では日下部新城に次いで実質的にナンバー3だった男だ。でもなんで今頃。前回の決起の後行方不明だった。水面下で再決起の準備をしていたらしい。で、統合軍の反応は？特に脅威とは見ていないようだ。対応は宇宙軍に任せると言ってきた。た、厄介事は全部こっちかよ。そこで君たちにはナデシコ B で敵艦隊の掃討作戦の任についてもらいたい。ただし新地球連合としてはことを公にしたくない。まあいろいろありましたからね。風当たりも強いですし。従って増援は望めないと思ってくれ。表向きはあくまでも訓練航行という名目で作戦に当たってほしい。ルリ君、艦長の補佐をよろしく頼むよ。はい、わかりました。とりあえずはネルガルの月ドックで装備と補給を受け止め、検討を議論。なんとも急な展開になってきましたね。ほんと訓練どころじゃないっすね。でこれからどうするんです。まずは月ドックへ向かいましょう。艦長、ですね、作戦遂行のためにはその方が良いでしょう。艦長には実戦経験もありませんし。僕たちに任せてください。バッチリうまくやりますよ。
戦闘指揮なら任せておいてください。あんたがそう言うなら俺は別にどっちでもいいぜ。いきなり実戦じゃきついよね。艦長になったばかりで花と散るなあ。素人に無茶されちゃかなわねえからな。ちょっと待ってください。今回重い金には訓練任務としてのプログラムが入力されていて、すでに艦長登録もされているんです。今からシステム変更すると重い金が混乱します。だからこのまま艦長が指揮を取ってください。だから私たちがいるんです。大丈夫、自信を持ってください。私たちが補佐します。では艦長、指示を。今回のナデシコビーは大した装備もしていませんしね。まあそれが賢明でしょう。